高橋定家さんは今92歳だぞ。気持ちが作品に表れてるなというふうに私は思います。山形県総合書道展が23日山形美術館で開幕しました。開幕初日の23日は審査員によるギャラリートークが行われました。これが最高賞の今回の県知事賞であります。素直にしっかり書いてるなと、これが今回の評価された点であります。墨の濃さもほどほどにいいし、なんといっても私この辺が非常にいいなというふうに思いました。目立たせたいところがあるので、そこで一番気持ちがぐっと盛り上がるように書きました。いい線が引けるとその一瞬嬉しいんですね。で、失敗すると悔しいんですね。嬉しいとか悔しいとかっていう感情が出るので、それを小さい子とかに伝えていければなと思ってます。